東京都知事選挙で2位に躍進した全広島県秋田方市長の石丸慎司氏の言動が石丸公文としてネット上で話題になっている神戸学院大学の鈴木裕仁准教授は石丸氏はネットを中心に支持を広げてきたもともと援軍であったはずのネットで早々におもちゃにされている背景には石丸氏に対するネットユーザーの悔しさがあるのではないかという 石丸さん、サブウェイ注文できるかな、東京都知事選挙で165万8363票、得票率24.3%を獲得し、2位に入った前秋高田方市長の石丸真嗣氏が、ネットのおもちゃにされている。都知事選開票特別番組での質問に質問で返すなどの、噛み合わないやりとりが、石丸和宝と呼ばれ、タレントの深川良氏の、 心配、石丸さん、サブウェイ注文できるかな。というポスト、投稿、をきっかけに X、旧ツイッター、上で、石丸公文として、大喜利状態が続いている。SNS 戦略、の操り手と称され、都知事選では SNS を中心に支持を集めてきた。そんなネット上の、勝者であるはずの石丸氏が、遊ばれているのは、なぜか。石丸氏は、 都知事選で多くの票を獲得した理由について、自らネットを駆使したという評価もわからなくはないが、ネットに頼ったつもりは全くなく、街頭演説228回はどの候補よりも多かったと振り返っている。実際、石丸氏の公式 YouTube チャンネルにアップされている動画の再生回数は、飛び抜けて多いわけではない。6月12日の30秒ほどの動画が206万回再生。 2024年7月11日時点で目立つぐらいで街頭演説は最多でも17万回再生である。少ないとは言えないものの、この数字だけを見ればネットを駆使したとされるほどではないだろう。では、なぜ戦略とまで言われるのだろうか。なぜ無党派層から支持を集めたのか。周知の通り、石丸氏の演説などを切り抜いて再編集した動画が かなり見られているからである。例えば、YouTube チャンネルリハックキーリハックでのインタビューを抜粋した58秒ほどの動画の視聴回数は196万回を超えている。元の動画も61万回を超えているとはいえ、47分52秒もの動画を真剣に、最初から最後まで見られる人は、珍しい。戦略と言えるとしたら、石丸氏やその陣営が、 動画の切り抜きや共有を促したところにあるのではないか。ただ、LINE で友達に広めてほしい。とか、ハッシュタグをつけて X で拡散させてもらいたいなどと呼びかけるだけなら、指示は広がらなかっただろう。石丸氏が支持を集めた理由は彼が、政治や、と定義する既存の権力に対するアンチテーゼをはっきりさせていたからである。秋田方氏時代には、議会出席中の議員に対し、 居眠りしていると私的恥を知れ、と怒鳴りつけ、今回の選挙でも自分は政治家の地位にこだわっているわけではない、と強調したからである。これまでの勢力とは違う、それが彼のアイデンティティであり、切り抜き動画を見る人たちのフックとなってきた。かつて小泉純一郎氏が、小泉内閣の方針に反対する勢力は、すべて抵抗勢力と名指ししたように、石丸氏以外はすべて、 政治やであるかのように見えたから、無党派層から多くの票を呼び寄せたのである。